アレクサンダー・ウニンスキーは、ウクライナ出身のアメリカ合衆国のピアニスト。日本では、ラテン文字表記をドイツ語風に読み下した表記が一般化しているが、キリル文字表記に即した場合は、アレクサンドル・ユニンスキー。ウクライナのキエフ出身。最初に、キエフ音楽院において、ピアノを学び、その後1923年に、パリに移って、ラザールレビに入門する。 パリ音楽院ピアノ科で主席となり、1932年には、ショパン国際ピアノコンクールにおいて優勝する。実際には、ハンガリーの盲目のピアニスト、イムレ・ウンガルと同点だったのだが、審査員が、コイン投げで決着をつけた結果、ウニンスキーが勝者になったという。1955年に、トロント音楽院の教員となり、作曲家、ブルース・マザーラを輩出した。 マザーは1974年に恩師をしのんで、追悼音楽を作曲している。その後は、南部メソジスト大学で教弁を取り、ジェフリー・スワンや、デイビッド・モーガン、カーメン・アルバレス、ヘンリー・ドスキー、ドゥブラフカ・トムシッチ・スレボトニャクラを輩出した。1950年代初頭に、新設されたばかりのレコード会社フィリップスと早速、契約する。 代表的な音盤は一連のショパンの録音であり、1950年代に録音された練習曲全集や、1959年から1971年にかけて録音されたマズルカ並びに即興曲のほか、さらにはスケルツォやワルツに加えてピアノ競争曲まで網羅されている。また、リスト作品の録音も残した。ウニンスキーの演奏様式は、 ニキタマガロフのものに大変似通っている。情緒に溺れず上品だが、ルバートの使用は演奏者が、本質的に20世紀初頭の美学を報じた人間であったことを物語っている。明晰で質素な演奏は、様式化されたビルトゥオーソのショパン演奏の伝統に抗うものであったにもかかわらず、第2回ショパン国際コンクールの審査員がそれを、 承知で感銘を受けたことは驚くに当たらない。ウニンスキーの演奏のモダンさの現れは、ブライロフスキーやウニンスキーがサルプレエールを満員にすることができるからといって、ザワーが輝かしい過去にもかかわらず、ちっぽけなサルエラールで演奏しなければならないなどと、どうして考えることができようかと、リベルタテアミの批評欄に寄せたディヌリパッティの発言にまで遡ることができる。 吉沢ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書高読書、2006年2月10日、59ページ、ISBN4 から7872から7208、X ハットグリゴリー・コーガンハットブルース・メーザー。 inmemoriam, alexandr, aninsky, http://www.shopan.org/uploads/file/articles/jasinskiandrz.pdf/.mars.ten.emil.fonzauel. ありがとうございます。